えたら違う。え、でも、もう真正面から見ても似てるみたいな。言われて、それでも許容範囲の壁を越えてて、まあ走らせるのに精一杯だったんですけど、まあでもドイツの練習と思って頑張って走りました。あ、でも今までずっとユースだったんで、大人の大会が、あ、6回じゃないか、もっとありますね、7、8回目大人の大会がほぼ初なんで、やっぱちょっと雰囲気が違いますね。最初緊張しました。まあ一番の目的は枠を取ることなんで、それと、まあ日本人の争いじゃなくて世界に通用するように他の国の選手とも互角に戦えればいいなと思います。やっと慣れてきたかなって感じはあります。今までやっぱり何ですかね、こう雰囲気に慣れるまでにすごい時間がかかって、やっと慣れたって頃にもう帰るみたいな感じだったんで、今回意外と慣れるのが早かったかなっては感じました。でもやっぱり少しずつ毎日吹いてるっていうので、その強風の感覚っていうのがだいぶ自分の中にできてきたかなって。やっぱりでもまだこう探り探りでレースしてしまってるので、そのこれくらい吹いたらこんな感じっていうのを自分の中で、まあ、ワールドまでに作れればなと思います。そうですね、もうやっぱ自分が代表になりたいって、まあ、みんなが思ってるんで、その中でどこまで自分が一番その中で気持ち持てるかっていうのと、やっぱりその最後の最後まで苦手だと思ってることを苦手じゃなくできるように、不安を抱えたままレースしないようにっていうのだけ気をつけていけたらと思います。まあでも全然本当今回チラッとあって酔ってするくらいなんで、まあでもいるってだけでやっぱりちょっとは安心できる部分はありますね。はい、ありがとうございます。まあしばらく世界の大会に出てなかったんで、まあ慣れたいなっていうのもあったし、あと今のレベルがどれぐらいかっていうのも分かんなかったんで、それを知った上で自分の中の課題が見つかって、それにトライできるようになって、まあ、いいところも、課題をうまく表現できるようになったのも良かったし、まあ、まだこれからもっとやんなきゃいけないことが見つかったので、すごく強風は辛いですけど、でも いい方向に、時間がちょっと長くてきついんですけど、でも、長かったけど、もう一日一日、まあ、辛いは辛いですけど、粘りが長くなってきてるんで、この目はすごくいいです。どんな風が吹くかちょっと分かんないですけど、今日は軽風とか順風ぐらいでできたらまたいいかなと思います。狙います。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。